夜の散歩かと思いましたか？いえいえ、あれ朝の風景です。暗い。改めまして、歌野よしこです。歩行散歩スタートしましょう。この日は2月5日ルーネベリデー、国民的詩人ルーネベリの生誕を祝う日です。この日必ずいただくこちら、ルーネベリトロット、これをいただかないと1日がスタートしませんからね。やってきましたよ、朝のカフェ。あれ、散歩じゃないの？と思われた皆様、ご安心を。これいただいたら参ります。
。